睡眠の質を調べて快眠だ。寝ている時のいびきを記録。57577の31文字でデジタルに関する短歌を読むデジタル教室短歌部です。人生における睡眠時間は平均して1日あたり7時間から8時間程度で、人生の約3分の1を占めている、そう言われています。その理由は疲労回復、自律神経のバランス調整、細胞の再生、記憶の定着など重要な役割があるためでしょう。しかし、ただ単に眠ればいいというわけではないんです。やはり、クオリティの高い睡眠が必要です。そこで役立つのが、GOOMOというアプリです。寝具メーカーの西川がリリースしているだけあって、睡眠に関することを調べる機能が豊富に搭載されています。もちろん、西川布団を使用していなくても問題ありません。今回の短歌は、画像付きでインスタグラムやツイッターにも投稿しています。また、デジタル教室では、アプリやパソコンの使い方などの情報をウェブサイトや YouTube、ポッドキャストで配信していますので、概要欄からアクセスしてみてください。デジタル教室短歌部でした。